おはようございます。チルチルです。台風14号が和歌山に最接近している午前11時に撮影しています。現在台風14号は本州最南端串本町に最接近している状況ではありますが、ギリギリ暴風域に入っていない状況であります。風は時折強く吹く感じで、雨はさほど強くないという感じですね。現在嫁車ソリオのフロントガラスの破水状況を見ていただいております。こんな感じですね。もう全く破水していない状況です。破水していませんので、ワイパーを動かさないと視界がかなり悪いですね。ただいまこんな感じとなっています。今日はフロントガラスにシリコンの簡単な適用方法を紹介していきます。シリコン洗車はやってみたいけど実際どうなのと思っている方も多くおられると思います。そんな方向けに今日は動画を作成しています。シリコンを試したい方はまずガラス類で試してみると、まず初めとしては良いと思っていますね。ガラスにシリコンを試してみるときはガラコなどでも同様ですが、油膜や鱗がたくさんついている状況ではシリコンが馴染みにくいところもありますので、下地処理はある程度されてからシリコンを適用することをお勧めしています。今日は初心者必見、5分でできるフロントガラスシリコン撥水です。本日もよろしくお願いいたします。まず簡単に激泡ガラスクリーナー、こちらでフロントガラスを洗浄していきます。使っているものはガラスクリーナーとショップタオル1枚で十分ですね。雨が降っていますので、ある程度ガラスは濡れている状態で、ショップタオルと激泡ガラスクリーナーだけで簡単に洗浄ができます。嫁車のフロントガラスの状況は、走行しながら少し見ましたが、油膜状況は少しついている感じでしたが、特に今回は油膜処理はせず、このままの状態で激泡ガラスクリーナーで簡単に洗浄し、シリコンを適用していこうかなと思っています。まあ本当のところはある程度下地処理を行った後にシリコンを適用した方が良いのですが、多分これぐらいの油膜状況ですとシリコンがうまく乗ってくれると思います。初めてこれからもしシリコンをされたいなと思っている時は、特に心配な方は下地処理をしっかり行ってから始めてください。現在激泡ガラスクリーナーで洗浄後、綺麗な面でショップタオルの面を綺麗にしてから最終的に空拭きしています。まあこれだけでほぼ綺麗になりますね。現在最終仕上げですね。これでちゃちゃっとフロントガラスの洗浄は終わりとなります。激泡ガラスクリーナーで簡単に洗浄できた後は、新しいショップタオルを霧吹きで軽く湿らし、シリコンを適用していきます。こちらですね。今日使っているシリコンは信越化学さんのスプレータイプの KF96 シリコンです。こちらの商品は純度の高いシリコンが入ったシリコンスプレーとなっています。少し価格は高い商品となっていますね。一応今日使っている商品に関してはリンクを貼っていますので、気になる方は概要欄を見てください。フロントガラスなどの比較的面積の小さいところにシリコンを適用していくときは、スプレータイプのシリコンがあると便利ですが、今日使っているタイプの KF96 シリコンのスプレータイプは、スプレー時飛散が大きいので周りにつくことが心配な方は、ショップタオルに一度噴霧してから施工する方が良いかもしれません。施工方法としましては、フロントガラスに直接噴霧でも、一度ショップタオルに噴霧してからでも、どちらでも結果は一緒ですね。一応映像的に分かりやすいように、今回はフロントガラスに直接噴霧しています。初めてフロントガラスにシリコンを入れるときは、一緒にワイパーゴムにもシリコンを入れておいてください。現在ワイパーゴムの方にもシリコンを適用しています。まあただ軽く拭くだけですね。このワイパーゴムにシリコンを入れていくことが今日のポイントとなってきます。またワイパーゴムの汚れを取っておくことも重要となってきますね。
最後にショップタオルの面を変えて軽く均等にシリコンを伸ばしていきます。まあ軽く拭くだけですね。とりあえずフロントガラスにシリコン適用できました。わずか5分もあれば簡単にできます。ガラコみたいに乾かしたり拭き上げることもありませんので、簡単にシリコン撥水ができます。一応施工自体はこれで終わりですが、嫁車は内ガラスも結構汚れていたので、ついでに激ヤバガラスクリーナーで洗浄しておきます。内窓にもシリコンを入れたいときはフロントガラスと手順は同じですね。激ヤバで洗浄し、ただシリコンを入れるだけです。ちなみに私のミニは内にも外にもシリコンを入れていますが、内にシリコンを入れてあげるとびっくりするぐらい視界性が良くなります。残念ながら曇り止め効果はシリコンにはありませんが、内窓にシリコンを入れると汚れにくくなりますし、とにかく視界性が飛躍的に良くなりますので、内窓にシリコンはおすすめできます。激ヤバガラスクリーナーで内窓の方もちゃちゃっと洗浄できましたので、最後に綺麗なショップタオルで軽く拭き上げています。まあこれだけですね、洗浄方法は。まあ若干曇っているように見えますが、これは汚れではありませんね。では5分で簡単フロントガラスにシリコン適用できましたので、雨走行して状態を見ていきます。こんな感じとなっていますね。冒頭で全く撥水できていないフロントガラスの状況を見ましたが、少し撥水していますね。やっぱりこんな感じですね。 GoPro 映像のため映像が少し見にくいかもしれませんが、冒頭での雨走行では全く撥水しておらず、視界性がかなり悪かったですが、シリコン施工後は少し撥水し、視界性はかなり良くなっています。今回はこれからシリコンを始めてみたい方向けに動画を作成していますので、簡単なシリコン撥水の方法をお届けしていますが、時間がある方ならシリコン適用後数時間は置いてもらった方がもっとしっかり撥水してくれますね。今回はいけるかなと思いましたが、やっぱりちょっと下地処理はある程度してからの方がいいみたいですね。また今回はポイントとしてワイパーゴムにシリコンを適用するようにと言った理由は、ワイパーを稼働することで勝手にシリコンを均一に伸ばしてくれて、シリコンのムラを解消してくれるからです。シリコン施工後、雨の中を走行しワイパーを稼働することで余分なシリコンは流れてくれて、ワイパー稼働でシリコンを均一に伸ばしてくれますので、わずか5分で簡単にフロントガラスにシリコンを初心者でも失敗なく施工ができます。またワイパーにシリコンがついていますので、走行すればするほどシリコンの撥水が強くなっていきますので、走行して間もない頃はシリコンの撥水は少し弱いですが、このまま走行し続けることで徐々にシリコンの撥水が強くなっていきます。ちなみにシリコンが完全に定着した時の映像はこちらの動画で確認できますので、そちらも一度チェックしてみてください。少し走っていますと台風通過し晴れてきました。シリコンのムラが気になるかと思いますので、走行後のガラスの状態を見ていきます。内窓はこんな感じで、これから外に回っていきますね。ワイパーが稼働していますので、ムラはこの通り全くありませんね。シリコンをただ塗っただけですが、全くムラなく綺麗な状態となっています。ただ注意点といたしましては、ワイパーの可動域が届かないところは若干ムラになる傾向がありますので、その点は注意してください。こんな感じですね。結構綺麗ですね。次は晴れてきましたので、晴れた時はこんな感じの走行ですね。全くムラがありません。綺麗な視界となっています。たった5分で簡単にシリコンが適用できます。これでシリコンのベースができますので、この後シリコン洗車を続けることでシリコン撥水で雨でもノンワイパーで走行ができるようになってきます。どうしても油膜の付着状況にシリコンは左右されるところがありますので、いち早くシリコンを適用したい方はある程度下地処理は行って後にシリコンを適用していく方が良いと思っています。本日の動画は以上となります。
最後までご視聴ありがとうございました。